駿台ベネッセの結果、早稲田、福岡、駿台の結果と言っていただきますので、はい、じゃあ難易度としては難しい。ほうでは始まりました、もちチャンネルです。さあ、もう毎週恒例の結果返ってくる時期なんでいっぱい、はい、それ見ていくんですけど、じゃあ駿台ベネッセの結果どうだったのか見てみましょう。何月ですか？まあ、10月31日に受けたやつですね。なるほど。じゃあ10月31日の、はい、結果見ていきましょう。英語リーディングが76点、おー、いいんじゃないですか。偏差値 60.9 で、英語リスニングが74。英語リスニング安定しないな、リスニングも上がったり下がったりだな。なるほどね。合計150で、まあ、75% ってことですね。またダメですけどね、まあ、10% プラスしないといけないですが、そして国語ですが138点、まだ6割か、6割9分。現代文が80点ですから、あ、悪くはないですね。で、古文漢文は見れないのかな。古文が第3問で、なんで乗ってない。まあ20点台前半ぐらいですかね。ああ、古文が、はい。え、漢文がどういう、30前半ぐらいですかね。という感じで、あ、漢文の方が簡単だった。いや、もう漢文なんて5分ぐらいしか解いてないので。あ、なるほどね。それでもそっちの方がよかった。まあ漢文でももうやり始めてるわけでしょ。そうですね。じゃあ、もし結果早稲田、スポカ、E、はい、まだやっぱり無理ですね。なかなかやっぱ7割じゃ無理だからね、うん、英語が75換算で、国語が69換算だから、まだ7割台ですね。で、スポーツがある法政、法政も D です。はい、原文しかないの、法政って。そうですね、原文英語だけです。80で、で換算114か、英語は。そっか、80でも E 判定になるんだ、法政だと。なるほどね、法政だけに絞ってやると。そうか、いや、現代文だけに絞れば、まあ法政。そしてなぜか KOSFC が入ってるんですけどE 判定、当たり前だろ。無に決まってんじゃん、そんな。はい、で、整形大の、なんで整形経営なの。いや、もう自分が志望校の時受けたと。志望校の時、あ、いや、現役の時に受けたのを書いていきました、ね。なるほどね。それでも C 判定だよ。で、現役の時も英国でやったってこと。そうです、もう原文英語に逃げましたね。次、成城 C、 成城大も東京都市大 A、 東京都市大も書いてあるの。かなり3位。英語受かってんの。でも、え、どこですか、この受けてたところが。そもそも、うわ、いや、もう統計以外全部落ちてます。マジか。日大、スポーツ、 A 判定。東京経済もまだ B 判定ですね。もう、え、それ東京経済も実際に協定で受けたってこと。そうですね、センター利用で。そうなんだ、はい、じゃあそういう形なわけね。じゃあ、そんな澤井さん、今回は駿台つながりで駿台のアパック解いていただきますので、はい、さあ実際どれぐらいの点取れるのか見てみましょう。はい、それでは受けてもらいましたんで、さあどうでしたか、感想としては。リーディングの最初の真ん中ぐらいまでがすんごい難しかったです、はいはい、真ん中ぐらいまでが難しい。問4ぐらいですか。4はだ、照らし合わせがむずいってことですか。はい、もう問4までが結構むずい、はい、難しいなっていう感じ。5、6はじゃあできた感じ。まあ別に難しいまでとは、うん、なるほどね。ということで、はい、リーディングの結果が68点ということで。68か。え、時間はどうなったの。でもそれでは5分ぐらいは余ったんですけど、余っても7割いってないやん。照らし合わせが無理ってこと。練習量かな、その辺が問題かな。まだやっぱこの形式に慣れてない。共通テスト模試とかとやってどう。やっぱり、なんだろう、新しいものは難しいなっていうふうに。新しいものは難しい、どういうこと。まあ、共通テストの問題は難しいなっていう。いや、何が難しいのかだよね。読めるの、もう内容は分かる。内容は、まあ、分かってるとは思ってるんですけど。なんで取れないと思う、その、どこで落としちゃってる。それはやっぱりその弱点を分かんないと。だから該当箇所を見つけられるのか、見つけられないのか。
と回答箇所が見つけられる答えの根拠は、ああ、できない問題ありましたね。だから根拠が分かってないと当然無理で、その照らし合わせとかは微妙かな。微妙じゃダメで、そこの欠点をちゃんとやっぱりはっきりさせないといけないから、なんでできなかったのか、復習ちゃんとやって、その辺はどうやってやってる、まあ普段だったら、うん、じゃあどこでどうやって間違えたのかってなって、うんうん、じゃあ答えの根拠となるところを探してで、うん、まあ線引いて、うん、ここは答えだよっていうようにしてノートまとめたりやってますね、うん、いやでもノートまとめたところで根拠これだよって言ったら初見問題には何にも対応できないわけで、例えばだから表現知らなかったのかとか、うん、見つからなかったのかとか、その弱点をはっきりと洗い出さないとこの実力では当然到底戦えないから、うん、でそこをちゃんと洗い出すことが大事だね。少し全然ダメだ。はい、でリスニングの方が74ですね、はい、リスニングはどうでした？は、第3問が、うん、自分は苦手なのかなっていうふうに思いました。まあ、絵とかはそう 今までもできてたもんね。ああ、はい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 、なるほど、あの会話のやつね、はい、まあ一般的なリスニングって感じかな、まあ、状況を思い浮かべてとかね、その辺ができるかどうかって感じだと思います。はあ、なるほどね。んでも後半も、まあ、まあ確かにこれ問題難しいけどね、大問題とか。なるほど、はい、じゃあとりあえず、まあ、データとしてこのどの問題間違えてどの問題やってたっていうのをなんかこう出して一覧でここに載せておきますんで、多分まあ見た人たちも、ああ自分はこうだったどうだったって多分比べられると思うので、はい、それを参考にしてもらえればいいかなと思いますが、え、難易度としては難しかった、そのアウトバックは。は自分は難しいなって思いましたね、うん、なるほどね、まあ、その辺のこともぜひ受けた方ですね、はい、お知らせいただければと思います。まあ、これからピンクだったり緑だったりもやってきますんで、はい、はい、そうどうなるのか、はい、やっていきましょうということでした。はい、ありがとうございました。